午後1時半、学校での壮行会を終えた広陵の選手たちは広島駅に到着しました。夏の甲子園への出場は2年連続25回目です。ラストになるこの夏の大会は必ずこの自分たちの目標である日本一を取りたいなというふうに思います。7日の1試合目に試合があるつもりで、やってやるぞというふうにな気持ちです。本当にもうここからしっかり切り替えて勝負の位置に行くんで、どこ相手でもこう一戦一勝でしっかり目の前の相手だけをこう潰してしっかり勝っていくということだけを意識してやっていきたいと思います。選手たちは見送りに来た家族の激励を受けながら緊張した様子で新幹線に乗り込みました。夏の甲子園は4日に組み合わせ抽選会が行われ7日に開幕します。